頑張ってと、私、最近頑張ってと言われることが結構増えてまいりまして、昨日も、結構いろんな人に頑張ってというふうに言われて 私は頑張りますというふうに昨日もね、いろんな人に申し上げたんですが、いろんなところからですね、その頑張れという声が結構上がってきてですね。で、あれでしょうね、YouTube で、なんか、飯山あかり頑張れっていう歌がね、私は今年の4月に選挙出た時にも、なんか、飯山あかり頑張れっていう歌がね、YouTube になんかたくさん出てきたんですが、今、私、今、日朝の百割りっていうのを戦ってるんですよ。で、その日朝の百割りと戦ってる私を応援する歌みたいなのがね、なんか、AI で作ったみたいな、こう歌みたいなのが YouTube に上がってて、なんか、どういう歌だっけな？なんか、百ありなんかに負けるなみたいな感じでした。なんかそう。何これと思って、面白い歌だなと思って。ちょっとまだ声がガラガラしていて、ちょっと申し訳ません。そうなんですよ。でね、ひゃかりさんは、今のところですね、自分たちは、ついに、結党1年にして、なんと、国政政党になったということでね。で、先日、政党交付金も、なぜか、満額請求して、自分たちのね、当然には、政党助成金を半額程度にすべきだっていうふうにね、書いてあるのに、なぜか自分たちは平気で満額請求すると。で、2ヶ月で2800万だっけ？ 2600 万だっけ？それぐらいでしょ？ってことは、来年1年間で、まあ、1億、6000万とか、それぐらいもらうのかな？日報が、なんと。なんで半額にしないのって話ですよね。で、あの人たちね、だからね、自分で言ったことにやらないわけ。守んないわけ。言ったっきり、絶対守んないわけ。こういうね、傾向がね、顕著に見ております。何しろね、その党の代表である百田氏ですね。あの人はもう言ったこと全く守んないですからね。まあ、なんと、まあ、信用できない政治家かということですね。単に信用できないだけではなくて、非常に問題発言も多いと。で、その問題発言には、彼の非常に危険な思想、これを垣間見ることができると、いうことですね。で、先日というかもう一週間前ですね、先週の金曜日の、ポッケないない朝8ですかね。ポッケないない朝8っていうのは、YouTube で、朝8時とか9時とかからね、平日毎日やってる、百ありさんがやっているニュースチャンネルなんですが、先週のポッケないない、なんでポッケないないっていうかというと、その朝8っていう番組をね、広告収入は全部ね、百ありさんの懐に入ってるから、百ありさんのポッケにないない。ポッケにないないの、朝8年で、そのポッケないない朝8で、100が、まあ、30過ぎたら女はね、子宮を摘出するっていうのはね、これはいいんじゃないかと。これ SF やけどね、というふうにね、なんかこう言っていたという発言があったんですね。で、これについて、まあ、国内外からいろいろなね、反響があるんですが、まあ、ある女優さんはですね、マリアさんという人ですね。マリア智子さんですかね。この女優さんは、この発言について、やめなさい、コラで済むような話では全くないと思う。私もそう思います。仮にも2800万円の政党交付金の交付対象となった日本保守党の代表者と事務総長の言葉です。タガが外れていると批判。で、この方、こうおっしゃってるんですね。日本の政党代表者に、30超えたら子宮を摘出すると発言した人物がいると、海外に配信されたらとか考えなかったのだろうか。なぜその部分を削除せず配信したのだろうかと疑問を呈し、たとえ SF だろうが何だろうが自覚がなさすぎると思いますというふうに、この方はおっしゃっています。で、海外に発信されたらっていうのは、これはね、杞憂じゃなくて、実際に万博が報道されています。私ね、昨日までに、これらのね、国でいろいろ報道されてますよっていうのね、すでにこの、100の30超えたら子宮摘出発言は、
昨日までにご紹介した中でも、イギリス、カナダ、台湾、香港、マレーシア、フィリピン、韓国、トルコ、ブラジル、アラブ、アメリカ、ドイツ、フランス、スペイン、インド、ベトナム、インドネシア、シンガポール、モロッコ、メキシコ、スリランカと、21カ国でね、報じられていることが確認されたんですが、私ね、さっきね、またね、検索してみた。そしたらね、もっと増えてた。はい、今日ご紹介するのは、はい、まず、イタリアでございます。皆さん、イタリアを忘れてましたね。はい。イタリアでもね、はい。25歳超えたら、あ、結婚するなとか言ってるやつが、やべえやつが、日本にいるぞ、日本の政治家が、やべえこと言ってるっていうふうに、はい。イタリアでも報じられました。はい。おめでとうございます。イタリア。はい。次はですね、どこかな。次はですね、もうね、私、この辺になってくると、はっきり言ってこう調べないと何語なのか分かんないです。はい、ぶっちゃけ分かんないです。はい、ロマニアですね。ロマニア。あ、そううちの娘の友達にはロマニア人がいたような気がした。ロマニアですよ。ロマニア。はい、ロマニアでも、あ、なんか30過ぎたら、なんか子宮取れとか言ってる、やっべえやつが、日本保守党の、なんか党首がそんなやっべえこと言っとるって報じられて。はい、次。アゼルバイジャンですよ。これも私にも全然わかんない。調べないと、これはアゼルバイジャン語だってこともわかんない。アゼルバイジャンでも、30過ぎたら、子宮取りとか、25歳以上、結婚するとか、やべえこと言ってるやつがおるというふうに。はい。そして、お隣、中国でも、はい。このね、このもう、この写真と一緒に、なんかこの人、なんか、30過ぎたら女の子宮取りとか言ってるんですけど。やべえやつ、それを日本の首都の党首百田直樹というふうに報じられております。すごいですね。どん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 世界に広がる百割の輪という感じで、ね。はい、そしてね、次、あ、ウクライナでもですね、こういうふうにね、もう顔までドカーンと乗って、ウクライナでも30過ぎたら子宮摘出とか、日本日本保守党の代表百田直樹っていう人がね、やべえこと言ってるよーって、ウクライナでも報じられてます。はい、そして次は、パキスタンでも、これ、ウルドゥ語ですね、皆さん。これ、アラビア語に似てるでしょ。文字はアラブ文字なんだけど、これ、ウルドゥ語ですね。はい、パキスタンでも報じられちゃってんですよー、やばいですね。そしてもうこれ、もうこの辺になってくるとね、私ね、もう全然もう何もだかさっぱりわかんない。これね、アイスランド語だそうですよ。アイスランドでもですね、こうなんか、ジャポンスカとか言ってね、ジャポンスクラとかね、なんかこの日本の日本保守党の党首がなんかやべえこと言っとるよというね、はい、のが、アイスランド?そしてね、次、ポーランドですよ、ポーランド。皆さん、わかんないでしょ、ポーランド。皆さん、これ見てわかりのように、これね、11月14日なんですよ。ということは、もうね、だから、どん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 広がってるわけ、百ありの輪が世界に。もうね、この発言が1週間経つんですけれども、毎日毎日、全世界にどん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 配信されていってる。どん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 百ありの輪が広がっていっている。百ありさん、よかったですね。世界でどんどん有名になってますよ。はい。ということでね、ポーランド、そしてですよ、イスラエルでも、これ皆さん、ヘブライ語ね。はい、これ。これヘブライ語の、ね、タブロイド紙ですかね、これね。マーリブっていうね、イスラエルのね、新聞。これでもね、報じられてんって、30超えたら死去摘出しろ。25歳、以上には、結婚禁止しろとか、うわ、なんかとんでもねえことを言ってる日本の政治家おるわというふうに報じられております。そしてね、カナダでは、カナダはもうすでに報じられてるって私言いましたけれども、カナダのね、ヤフー、カナダのヤフーニュースに、はい、見事、はい、転載されました。はい、こんな感じで、ね、写真を2つ載っけて、はい、うわ、なんか25歳過ぎたら結婚禁止しろとか、なんかこれを少子化対策とか言ってる日本保守党の党首の百田っていう人がいて何言ってんだろうねみたいな、はい、記事が載っておりました。さらにですね、あ、イギリスのね、イギリスのミラーっていうデイリーミラーっていうね、サンデーミラーとかデイリーミラーっていうのが、ね、あるんだけども、そこでもね、
30過ぎたら子宮摘出とかに、この日本の、あの保守党のリーダーが、この人ね、そんなこと言ってるよーって、なんかイギリスの大衆誌でも、はい、これまたあの、14日ですからね、はい、イギリスの14日だから、まあまあ、ついさっきみたいなもんですね、はい、報じられてます、はい、そして、ね、フランス、これフランスもすでに報じられてるんだけど、これまたかなりインパクトのでかい、こんな、なんか赤ちゃん、これ五重塔ですが、赤ちゃん五重塔と富士山からの百玉大きい。そしてこの人がなんかね、なんか30過ぎたら、なんか、なんかあの、なんか少子化問題を解決するために、なんか30過ぎた女の子宮を取れて、ああ、すごい変なこと言ってるんですけど、っていうね、こんな画像付きでこちら、もうね、怖いでしょ。ね、あとね、これインドで、これ私が YouTube で見た、インドのニュースチャンネルで、これまた結構な長尺で、これインドの英語メディアでね、なんか、この人が、うわ、なんか日本保守党100たって、っていう人がなんかもうとんでもない、30過ぎたら子宮取れる、もうとんでもないこと言い始めたとか言ってて、これでこうね、もう結構長尺でね、あのやってるわけですよ。でそれね、間にね、こういうね、あのまあ天皇とか皇后とか、でそういうね方々のね、こう写真を挟みつつからの百田みたいなね、もうね、だからね、これね、だからもうこれもうね、もう本当にね、だからね、この人がこういうやべえこと言うやつが日本の象徴みたいになっちゃってるわけ、この人がね。だからもう完全に日本の辛いおかし、日本保守党だけど、日本保守党が恥をさらしてるとか、もうそういうレベルを超えてるわけ。だってもう日本保守党とか名前ついちゃってるわけじゃないですか。だから日本はやばいみたいな、そして日本の保守はやばいと、そして日本の政治家はやばいと、こういうことになってる。これもう恥ずかしいでしょ。これもうね、ほんと恥ずかしいでしょ。で、さらにね、これもうね、あのね、YouTuber とかにももうね、飛び火しちゃってるわけ。あの、YouTuber ってこの、私日本語でやってるけども、これね、もうね、あの、英語でやってる YouTuber とかにね、もうどんどん取り上げられてて、なんかもう、くっ日本の右翼とか言って紹介されてるわけ。なんかもう、もうなんかちょっと、もう、もうインセインとか言って報じられちゃう。報じられてるか、YouTuber が、なんかすごい、なんかインセインジャパニーズライトウィンガーとか言って、なんかもう、あ、なんか、あ、やべえやつできた。あ、やべえやついるっていうふうにね、あの、もうもちろん批判してるわけですよ。もちろん。で、ね、他にもね、他にもなんかもう日本こんなやつって、マジやべえ国だな、順に批判されて、他の YouTuber にも、もう他の YouTuber にも、結構ね、いろんな YouTuber にね、もうね、これが英語やってる YouTuber に、なんかね、こうやって、あとに、ね、TikTok にもね、いたよ、結構、このお兄ちゃんが、なんかもう、日本にやべえやつ、もうね、これなんか、ビザーソリューションって、だからね、もう、あの、なんて言うんだろう、こう、まあ、まあね、もうちょ、まあ、異様みたいな感じですかね。もうなんかおぞましいみたいなね。なんかありえないみたいな、そういうこと言い出してるっていうか、見てこの人、うわ、こいつすげえやつ出てきたーちょっとこうお兄ちゃんが喋ってるっていう。ちょっとこう。で、インスタグラマー、インスタにも出てるしね、もう、なんかね、もうね、いろんなところにね、こう、これ出てきちゃってるんですよ、皆さん。だからもうとにかくね、世界にね、どん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 拡大、どん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 広まっていってるみたい。1週間経って、なお火は、あの、燃え広がりが、どん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 、あの、どん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 世界に広まっていってるっていうのが現状でございます。そして皆さん、このね、この30超えたら子宮摘出。そしてね、同じ番組内で、まあ、先週金曜日のポケないないニュース朝一で、25歳以上は結婚禁止。そして、まあ、あと、何でしたっけ？女子の大学のね、進学を禁止と。それがね、もう、あの、それぐらいのことをやらないと、女の意識は変わらないと。で、まあ、自分がね、女の意識を変えないといけないんです。意識改革が必要なんだというふうにね、そういうふうに言ってるわけですよ。で、それに、あの、アリがね、あの、著書を合わせているという感じだったでしょ。で、私は、これについて、これはね、もう、100の、もう、染みついた女性蔑視。
女性差別、男尊女卑、これの表れだって話をしたわけですよ。でね、それの、まあ、証拠としてこの配信の時の発言以外にも、例えば港区女子を上納してくださいとかね、あるいは私に対して最低の区女とか、あとね、頭のおかしな区ババアとかね、そういう発言をしていますと。だから日穂の100っていうのは、これはね、もうね、もう当たり前のように日常的に女性差別発言を繰り返す人物だというふうに言っていいというふうに私は思っております。そして皆さんに本日紹介するのはこちらですね、はい、じゃーんじゃじゃーん、今年の2月7日、私の誕生日の日です。この日、100はこういうポストをしました。私に今日誕生日ですというのにリポスト、引用リポストする形で、誕生日おめでとうございます。今度、デートしましょう。にっこり。キモー、マジキモーという感じなんですよ、皆さん。わかります？わかります？これを公開の場でやられる私の気持ち。女性だったらわかりますか？いや、男性でもわかるでしょ。男性でも考えてみてくださいよ。自分の親ほどの年齢の高齢男性にですよ、公開の場でデートしましょうにっくりとか言われてるんですよ。キモーってなるでしょ。デートに誘うっていうのはいいですか、皆さん。これは食事をするのと違うんですよ。ここにはデートに誘うっていうのは、これはね、一般的に性的な言動っていうふうにね、見なされるんですよ。でね、この兼六法律事務所の、ホームページにね、こういうふうに書いてありました。はい。デートに誘うっていうのは、性的な行動であることは間違いありません。デートの誘いを断った後、人間関係がギクシャクして就業環境を悪化させる場合には、セクハラに当たります。デートに誘った方は、女性が承諾してくれたと思っていても、女性にとっては上下関係があるために、不本意ながら誘いを断れないという場合は決して少なくありません。というふうに書かれています。つまり皆さん分かりますか？こういう場でわざわざね、公開で飯山あかりに対してデートしましょうというふうに私の親ほどの高齢男性が私に対して言うってことは、これはですよ、私のことを下に見てるんですよ、間違いなく。そうじゃなかったらこんなこと言わないんですよ。女性を対等の存在と思っていたら、年齢かかわらずフラットな目で見ていたら、こんな場でこんなこと言えるわけないんですよ。私のことを下に見てるんですよ。そして自分がこういうふうに言えば、こいつは逆らわないだろうと思っているんですよ、この人は。私はね、これ見た瞬間、うわ、キモ、何やこの人と思いましたよ。でもね、まあ社交辞令で受け流してあげたんですよ。でもね、私心底、ああ、この人は私のこと下に見てんなと、年下の女だからっていうふうに、こうやって平気で性的な誘いを仕掛けてくると、
で、なんか言われたらね、冗談とかなんとか言ってね、ごまかせばいつも思ってるわけですよ。言われた側の身になってくださいよ。気持ち悪いですよ、こんなの。不快極まりないですよ。性的なものを感じるからですよ。うわぁ、気持ち悪い。気持ち悪い上に、ああ、馬鹿にされてんなと。男尊女卑だな、こいつはと。思うんですよ。でね、実は、これ、いいですか、皆さん。今年の2月7日なんですよ。私は誕生日2月7日だから。この前日、2月6日にね、この二丁の百はこういうポストしてたわけ。重大なお知らせです。先ほど添田氏を一度もデートに誘っていないと書きましたが、過去の X の DM を2年前まで遡ったところ、なんと彼女をデートに誘っていました。で、その際にデートという言葉もしっかり使っていました。お互いに気楽なやりとりの中で、つい軽いノリで言ってしまいました。もちろん本気で口説いているわけではありません。この後ニュアンスで説明が難しい。あまり言い訳めいたことを言いたいんですが、ガチャ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 って書いてるわけ。これが2月6日なんですよ。で、ね、それに先立つ2月2日。これ何があったかっていうと、添田さんという方が、こういうことを暴露してるんですね。私は百田さんかとは2回しか会ったことがない。プライベートでは一度も会ったことはない。それだけですと。何度かデートに誘われましたが、すべてお断りしています。他の女性議員も同様に何度もデートに誘われ断っていたら、SNS で吊るし上げられレッドリンチに会ったと話を聞きました。私も一応吊るし上げられネットリンチに会いました。私の親より年上の還暦を過ぎた高齢男子やらが、連絡先を教えなかったから、デートを拒んだからという理由で私を攻撃し、謎のデマをルフしているのであれば、これ以上の不条理はありませんというふうに、2月2日にこの方は暴露した。そしたら、これに対して、つまり、百は添田さんを何度かデートに誘ってるって言ったわけ、添田さんがね。そしたらこれに対して百が、2月2日ですよ、いいですか、皆さん、まだ。とんでもないホラですねって言ったんですよ。彼女にデートの誘いなど一度もしていません！あの女はホラ吹きだーっていうふうに100は言ったんですよ。いいですか？ 2月6日。ところが、このちょっと後に、先ほど添田氏を一度もデートに誘っていないと書かれましたが、過去の DM を遡ってみたところ、なんと彼女はデートに誘っていました！で、その際にデートという言葉もしっかり使っていました。いいですか、皆さん。添田さんが、百は私を何度もデートに誘ったと言った。百はその直後に、とんでもないホラ吹き女だーというふうに言った。そしてその直後に、やっぱりデートに誘っていました。これですよ。これ。このやり取りの翌日に私に対して、今度デートしましょう。ウキーに決まってんじゃないですか、そんなの。なんだこの人と。本当何考えてんだろうと。もうね、ドン引きですよ。今の流れ見てくださいよ。ドン引き決まってんじゃないですか。で私こうドン引きしたと。翌日に、ね、うわウギーのドン引きです私は、ね、そっから2ヶ月後またね、なんか添田さんに対していろんな攻撃があったわけですよ。だからこれあの100からの攻撃が、100の信者からの攻撃があったわけで、添田さんはね、私は
100には、100に、最初に誘われた時から、こういう対応をしていますというふうに、なんかメールにありくとるのはちょっと後悔したと。そしたらこれに対して、100がまたね、ギャーって言い始めたわけ。軽口というか冗談をそこまで言いました。言いますか？確かにメールではデートしようと書きましたが、具体的にこの人がいたことはないし、空いてる日がありますかと聞いたことはありませんとか言って、またぐちゃ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 言い訳し始めたわけ。そしたらこれに対して添田さんは、はぁーと、ぶち切れたと。私は弁護士に聞いたんだよと、相談してんだよと。そしたら100の DM の公開は問題ないと言われましたと。というのも100っていうのは政治団体の代表であって、公共性の観点から違法性、阻却自由も適用されると言われたんですよと。そうですよ、皆さん。もう100はね、この段階で、これはね、今年の4月段階で、政治団体の代表なんです。そして今や国政政党の党首なんですよ。で私がね、これを公開したのは、こうしてる間にも私への名誉毀損、侮辱、デマが拡散されて、私の社会的評価がどんどん下がり続けていると。だから歯止めをかけるためにも DM を公開すべきと複数の弁護士から意見をもらったんだと言ってるわけですよ。それじゃぶち切れた、ぐえーってぶち切れたわけ。で、そんでもって、添田さんは、DM をね、DM 公開を始めたわけ。ドーン、ドドーンって、バーンって声出してきた。100はこんなこと言ってきたんだーとか言って、でね、いつか宝塚の隠れ家に招待したい。え、デートしてくれるの？デートしてください。今度デートしよう。うわ、キモ。議員として尊敬してるけど、女としての魅力の方が大きい。うわー、決勝。これやばいですよね。これやっぱり、本当やっぱり。で、これなんだ。またこれデートしたらどうやか。で、まあ、デートしてくださいとかね。これ恋すると、なんでもない距離。うわ、決勝。もうね、これ、ね、宇宙の彼方に飛んでいきそうなあのレベルの希少さですよ、これはね。うんと、やっぱり。添田さん、これを受け取った添田さんの気持ちはいかばかりかってことですよ、これ。やっべえと。でね、それで、そしたから、今度はね、私のやりとりもどうぞって言って、自分のね、自分のね、こうやり取りも、今あの100のとこだけだったじゃないですか。これ自分のね、ところをね、公開したわけ、添田さんがね。でね、そこでまたね、これまたすごいわけよ、これ。見て。添田さんを見たときは、胸のタトゥーに目が行き、なんやこの子は、と思ったけど、少し話してみたら、すごく知性のある、しっかりと、もう視線が希少、もうね、もう、決勝ですよ、これ。もう、決勝。どこ見とんねんって話ですよ、これ。で、あとね、これね、タトゥーいっぱいありますと、すっごいですよ、これ。添田さんが言ったとき、ちょっとドキッとした。15歳若かったら、全部見たいと言ったとこやけど、ぐっと我慢して、キーキモーなんやこりゃ、キッショーですよね、これもう。キッショーですよ、これもう。もうとにかくね、もうね、ビビるぐらいのね、あの希少さレベルなんですよ。でね、これもなんか何でもしつこくね、で、今度デートしようとかね、なんか言ってるわけ。衆院選終わったらデートしようとかね、もう何でも言ってるわけですよ。何でも言ってるわけ、これ。これをね、だから添田さんは、なんかもうずっとね、こう何度もデートに誘われてきましたっていうふうに言ってるわけ。そしたらね、添田さんがこれを公開したら、今度は、これも、私これ見たときに、あーと思ったんですよ。これね、だから公開したときに、100がね、なんて言ったかっていうと、添田さんに対して。
切り取りじゃないですか。来たー。